ハヌマンラングールは、霊長目、オナガザルカに分類される、霊長類。インド、スリランカ、パキスタン、バングラデシュ、中華人民共和国、ネパール体長オス51から78センチメートル、メス41から68センチメートル、オナガ69から108センチメートル、体重オス8から20キログラム、メス5から17キログラム、メスよりもオスの方が大型になる。 体型は細長い。ラングールはサンスクリット語で痩せた猿の胃。ヒンディー語で長い尻尾の胃。全身は肺褐色の体毛で覆われる。顔や獅子の甲では黒い皮膚が露出している。四肢は細長い。英語版やワシントン条約等では元亜種 SEN テラス以外の亜種のうちの一部をハヌマンラングール族の別紙としている。 低地から標高3500メートルまでの森林島に生息する。樹上にも登るが、主に地上生。一頭もしくは少数のオスと、数十頭のメスや幼獣からなる、中規模な群れを形成し生活する。若いオスのみで群れを形成することもある。近年若いオスが、群れのオスを追い出しした後に、追い出したオスとメスとの間に生まれた幼獣を殺す。 ことが初めて確認された猿として有名である。しかしこの生態にも地域変異があるらしく、蒸気の一つの群れに複数のオスが含まれる。個体群においては心しは行われないようである。樹上での生活において長い尾は役立つが地上での移動する際は邪魔なため尾を上げて移動する。尾の上げ方にも地域変異がある。植生は植物食で木の若葉、 樹皮、果実、レンズ豆、唐辛子などの種子等を食べる。繁殖形態は体制で1回に1頭の幼獣を生む。ハヌマンはインド神話に登場する神で、本種の形態がハヌマーンを連想させたと思われる。生息地ではハヌマーンの使いと信じられている。インドにおいてハヌマーンの民間信仰は強く、それに伴い本種は手厚く保護されている。 そのため本種は人を恐れることなく都市部や寺院等にも生息し民家や商店から食物を奪い取ることもある。人に被害を及ぼす赤毛猿にとってライバル的な存在のため赤毛猿撃退用に猿回し芸人がラングールを調教し、刺激している。ありがとうございます。